足投げて、こういう動作がないので、ボールを呼んでこれないです。そう。今 T だったんで、はい、これからじゃあマシン打っていきますか。はい、じゃあマシンでも、じゃあ先にちょっとキヨさん見てもいいですか。あ、僕ですか。はい、ちょっとキヨさんの打撃みたいで、はい、なんかドッキリ仕掛けるようになんですけど、はい、よろしくお願いします。アリアのカメラは僕たちも反応取りたい。なんか上半身と下半身が違う動きをさせたいです。足は上げて下ろすときに足は開くんですけど、肩はこういう状態を作りたいです。でこれがここにねじれができて、解放することによってバックが出てくるイメージ。投げるときにこうやって投げないじゃないですか。こう投げるじゃないですか。これもここねじれてきてるじゃないですか。だからこれがグーって戻してきて投げれるじゃないですか。だから投げるの動作が一緒なんで、基本体の使い方は。はい、じゃあ行きますか。お願いします。お願いします。よいしょ。メディシンボールを本当にこうなんか4キロでも5キロでもいいんですけど、こう持った時にこういう風に飛ばそうと思ったら足上げて、ここからこういう動作がないんで、ボールを呼んでこれないですよ。急いで振ってるって感じで、バーン、バーンみたいな、あ、来たみたいな、はい、やっぱこういう動作が欲しいです。すごいですよね、これ私。ここにやってほしいです。でそこからぐーっとこっちに右足に今止まってるじゃないですか、はい、このまま中心軸を変えずに、そのままぐーっとこれおへそをピッチャーに入れてください。そう肘がここにグッと入ってきて、でバットが出てきて、ここがインパクト。ああ、確かに。ちょっともう一回言っとく。ね、OK、頑張ります。 OK。 ナイスボール。だから本当ヘッドを立てる。おー、ナイス。左からちょっと下げるぐらい。おー、ナイスバッティング。
構あの京都さんに打撃コーチ就任してもらおうかなと思って向こうずのえ、京都さんもう疲れました？え、疲れました？ちょっともうちょっと見たいですけど、ちょっとね、もうちょっと見たいよね、京都さんが打ってるとこ。いやマジで京都さんがこれまで対戦した中でヤバいバッターって誰だったんですか？あ、ヤバいピッチャー、マシソン。マシソンっすよね。マジちゃくちゃ早かったです。マジソンで160ぐらい投げてました。絶対打たないほんとリアルでホップしてるようなイメージだったんで。得意にしてた逆にピッチャーは森福。あ、そうっすよね、そうっすよね。森福と、ちなみにあの清さん、森福さんもたまに見てくれてます。あ、そうっす。森福は結構打ちました、はい、1年目の時もホームラン打ちましたっけ。そうっすよね、 CS で打ちました。そう、 CS でクライマックスシリーズで森福投手からちょっと、あんまくカーブマシーンいけない。清さん、カーブマシーンです。あ、カーブマシーンです。カーブマシーンです。カーブ、行ってみます。じゃあちょっと清さん、あの僕らもやっぱ変化球ね、あの苦戦してるんで、その京都さん あの変化球打ちを見せてもらいたいなという、お願いします。まっすぐと変わんないですよ。もうまあカーブも振るって分かってるんで。ああ、確かに。カーブって待てちゃうんで。そっか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 。そうなんです、はいはい。だからこういうの打つときは僕はまっすぐ打ちってカーブぐらいの。あ、もう常に実戦をイメージ。はいはいはい。もうマシンってやっぱどうしてもね、こうね、待っちゃうんで。はい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 。はい、というわけで京さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとあのバッティングね、あの本当にお二人もなかなかこう学ぶ機会がなかったので、あ、本当に夢のような人で、いや、もう打撃コーチ就任お願いします。お願いします。今度あの京さん、ぜひ軟式にも遊びに行きます。あ、ぜひぜひ。あの
大場翔太さんも近々復活します。大場と一緒に、はい、大場と一緒に、ライブ以来のチームで、光で、そうそうですね、すごい、それが叶うのが向こうさんで、ね、ぜひまた今後も一緒によろしくお願いします。はい、僕のユニフォームというのは、目指しのグループやつの、はい、解説を、あ、今、はい、解説を、で、あと、インスタグラムも立ち上げて、あ、そうですね、はい、ぜひ、概要欄貼っておきますので、あ、すいません、ぜひ、一緒にまたやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。イエーイ。え、キョウさん、このグローブたちは何なんですか？これは、はい、グローブはあのコニーズっていう、コニーズってあの僕のチャンネルにも出ていただいた元日ハムの、はい、あの岸里くん、あ、はいはい、岸里選手が、はい、あのコニーズのなんか真っ黒いグローブを使ってたよ。あ、そうです、あ、一緒です、はい、でもあの時は多分こういうマークじゃなかったんですか？あ、そうです、マークもちょっと、はい、あの一変しまして、はい、ちょっとかっこよくこういう K マークと、はい、もう一つコニーズマークがあるんですけど、はいはい、それはちょっとまだ出来上がってないので。ああ、そうなんですね。ということで、え、びっくり。じゃあちょっと奈々ちゃんも使わせてもらおうか。いいんですか、せっかくなんで。いいですか。え、まずで、あのマネージャーって本当に信じてました？いや、マネージャーなんているのとは思いました、はい、あ、でも本当にあのいるんで、やっぱ事務所って、はい、そうなんですよ。奈々ちゃん変化球を見てもらいいよ。キヨさん元ピッチャーなんで。そっか。おー、おーい、バレてるバレてる、はい、おー、今日さ、なかなか女子とキャッチボールするのないっすよね。ないっすね。しかも普通にこう取って普通に投げてくる人は初めて。そうそうそう、すげえだな。刺されるっすね。そうそうっすね。うわ。うわ。うわ。OK。いいね。どうですか、コニーズグラブは。なんか、なんか匂ってんぜ。そう、しかも可愛いし、ね、こう、かわいいよね。かわいい。これ、キャメルですかね、キャメル。キャメルですね。キャメルイエロー。ああ、いいっすね。かわいいイエローも。あの、次回ちゃんとあのグラウンド貸し切りますんで、あの、野球場で対決しましょう。あ、そうですね。練習してきます。お願いします。こちらこそ練習3本もできます。そうですね。僕キャッチャーやりますんで、あの、清瀬さんの攻め方分かったんで。